皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今日はまたジャンク品の購入品紹介なんですが、はい、こちらですね、はい、ディズニーのリトルマーメイドの、はい、こちらポータブルの DVD プレイヤーになります。で、こちら、まあ、某リサイクルショップで、100円だったわけなんですけれども、まあ、これ見た感じでは、まあ、うん、汚れも少ないし、まあ、画面の傷もほとんどないし、うん、非常に綺麗なものなんで、全然問題ないんじゃないかと思いますが、はい、これに付けられてた商品説明がこちらです。メカ破損、DVD 回転せず NG ということで、まあ、DVD 再生できませんよっていうことなんですよね。まあ、100円っていう値段を考えれば、当然っちゃ当然のことかもしれないんですけれども、まずはですね、この DVD が見れるか見れないかっていうのをまずチェックしたいと思います。はい。じゃあ、電源入れます。パチッと。ということで、待機画面がちゃんとリトルマーメイドの、壁紙になってるわけなんですけれども、はい、ディスク、まあ、なしってなってますけど、この、イジェクトスイッチをスライドさせるとパカッと開きます。はい、ここに、ちょっと DVD 入れてチェックしてみようと思うんですが、はい、ディスク入れます。はい、入れてもディスクなしと、はい、ディスクを認識してない状態ですね。はい、で一瞬こうグッグッっていう音がして、ピックアップが動くような音はするんですけど、ディスクが一切回ってないということで、なんでなんだろうと思って、まあ、蓋開けてこのディスクをちょっと触ったらですね、わかりますかね、こんな感じでちょっとディスクがこう動くんですよ。ガタ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 って言ってますけど、これはね、動いちゃったらば、ね、これで回転したらディスクがもう周りにガタガタガタって当たって、もうディスクが破損しちゃうくらいになっちゃうんじゃないかと思うんですけど、こうディスク一回外して、この中を見ますと、ちょっと蓋になってくらいかなと思うんですけど、このディスクをこうパチンとはめるところですね。これがもう完全にこうガタガタ動いちゃってます。はい、で、まあ、この手のポータブル DVD プレイヤーに、たまにあることらしいんですけれども、この下には当然ディスクを回すモーターがあるんですけど、そのモーターとこのディスクをパチンとはめる部分が、ちゃんとこう固定されてない。そのモーターの軸にこのはめるところが接着されているような機種があるようで、中にはもうここの接着剤が劣化しちゃって、このはめるところがポッともう指で触っただけで取れちゃうような不具合があるものもあるらしいんですが、これはよく見ると下のモーターごと動いてるんですよね。ガタ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 って、はい、まあこれがいわゆるこのメカ破損ということなんでしょうけども、これはちょっと表からだけではわからないので、ちょっと分解して様子をちょっと見てみたいと思います。まあ、ちなみに液晶の方はドット掛けもなくて非常に綺麗な状態ですね。それから SD カードを挿してその中のものを見てみるということをやってみますと、まず SD カードないしは、まあ、USB を挿してしばらくすると、はい、こんな感じで、ディスクのディスクっていうかそのメディアの中のファイルを、見られるようなモードに変わるんですけど、これで、下の方に行ってこういう写真がありますけど、まあ、写真をとりあえずこう選択すると
こちらに一応サムネイルとして、画像が出てきます。で一応これ再生をすると、はい、こういった感じで、まあ、スライドショーをするようになりますね。そのフォルダに入っている画像を連続で見られます。でこちらに一応動画を作って入れておいたんですけど、これも再生できますね。じゃあちょっとこれ、分解してみたいと思います。まあ、分解に際してはですね、当然のことながら電源、AC アダプターは抜くこと、それから、まあ、この DVD プレイヤーにはまあ電池駆動じゃなくてバッテリー駆動なんですけど、ここにバッテリーが入ってるんですけど、まあ、バッテリーも接続を外しておくと、はい、感電してからでは遅いんで、まあ、そういう安全対策はまずは先にやっておく必要があります。こちらバッテリーですね。でここの奥の方にバッテリーのコネクターがあるので、まずそれをちょっと外します。そしたら裏のネジ、結構数が多いんですけど外していきます。はい、というわけでネジ外せましたんで裏蓋を外してみたいと思うんですけれど、はい、ケーブルが結構短いんで、まあ、それをちぎったりしないようにしなきゃいけないんですけど、隙間から見るとですね、いくつかケーブルがつながってるのと、あとはこのピックアップのところにつながってるフラットケーブルがありますね。それを切らないようにしなきゃいけないですね。とりあえずこれコネクターになってるので、それぞれのケーブルを一回外したいと思います。はい、というわけで、こちら分解できたんですけれども、ピックアップのところを見るともうですね、もうモーターがこれ完全に外れちゃってるんですよね。でこのモーターって一体どうやって固定されてるのかなと思って、ちょっとピックアップもう一気こっちに持ってきちゃいますけど、完全にモーターがこういうふうにスポッと外れちゃう状態なんですよね。でこれを見ると、モーター自体がこのレールの方にネジで止まってたわけでもなく、おそらくこれ接着されてたんじゃないかと思いますけど、ここの所定の場所にですね、それの接着が剥がれちゃったということなんでしょうけども、まあ、だとしたら非常に作りが雑というか、まあ、お粗末というかですね、ここはちゃんと固定されているべきものなんでしょうけどね、本来は。じゃあこれを一応まあ接着剤で固定してみたいと思います。はい、というわけでこのモーターの周りのところに強力な瞬間接着剤でつけてみました。はい、まあ、雑な作りには雑な方法で対抗しようということですね。はい、まあ、本来ならもっとマシなね付け方をするんでしょうけど、まあとりあえず再生できればいいということで、
とりあえずこの周りに接着剤持ってあります。まあ、グルーガンでやってもよかったかなって思うんですけど、まあそれはちょっと強度に不安があるので一応接着剤でくっつけてみました。はい、とりあえず接着剤一応乾くまで放置したいと思います。はい、というわけで接着剤乾いて、固定できましたので、元に戻していきたいと思います。はい、じゃあまだちょっと仮組の状態ですけども、これでちょっと電源入れてみましょう。ポチッと。はい、電源は入りましたね。はい、で、ここの回転するところも、はい、ガタガタ言わなくなりました。これでちょっとディスクを入れて再生してみましょう。はい、ディスク入れます。ディスクこれで読んでくれるといいんですが、おっとディスクが回転する音がして、どうもちょっと読みませんね。でやっぱり接着剤で固定したせいか、おそらくモーターがこうブレてる振動が結構本体から伝わってきます。なのでモーターはもっとしっかりと固定しないとダメかもですね。でディスクを読まないっていうのは、まあ、もしかするとそのピックアップの出力がダメになってるのか、あるいはそのディスクがこうブレてることでうまく読めなくなってるのかちょっとわかりませんが、ディスクは読めませんね。まあ、とりあえず蓋開けたままこの開閉スイッチ、開閉を検知するスイッチをこう押して再生テストしてみたいと思います。見ての通りこうレーザーは出てるのは分かりますよね。でピックアップがこう動いて探してるんですけど、おっと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 、一応再生が始まりましたね。これはどういうことかなと思うんですけど、さっき、テストした時はかなりこうすごいバイブレーションが出てたんですけど、今はこれ安定してディスクが回ってますね。なので、接着剤がさらに硬化して、うまいことディスクが回るようになってで再生ができるようになったのかなと思いますけど、はい、一応映像は出てます。綺麗に再生されてます。はい、じゃあもうさっきのはちょっとまぐれっていうこともあるので、一旦ちゃんと蓋を閉めてもう一回再生されるかどうかテストしたいと思います。はい、ディスクが回ってる音がして、何回かこう、あ、大丈夫ですね。まあ、ちょっと読み込みに時間がかかるのはやっぱりこのディスクがブレてるせいなのか、あるいはそのピックアップがこう動くレールのこの油が足りなくてうまくこうスムーズに動かなくなっちゃってるのかは分かりませんが、まあ、一応再生はできるようになりましたね。一応ピックアップの出力をまあいじったりする必要はないでしょうね。まあ音飛びとか映像がこう飛んじゃってる様子はないんで、まあ、レーダーの出力は適正なのかなと。やっぱりモーターがこうやっぱりこうやっぱブレてるんだと思うんですね。今でもこれ振動はやっぱ伝わってくるんですけど、最初のディスクの認識がちょっと時間かかるくらいですかね。はい。はい。というわけで、あの後、まあ、DVD とか CD とか再生してみたんですけれども、若干まだ読み取りが不良だったので、
こちらのレンズクリーナー使って、ピックアップレンズ掃除してみたんですけど、まあ、多少読み取りが良くなったなっていう感じで、まだちょっと不具合が残ってたんで、なんでかなと思ったら、やっぱ仮組みしてたせいで、ちょっとディスクの角度がちょっと変な風に変わっちゃってた可能性があったんで、一応ちゃんと本組みして、再生したら、DVD も CD もちゃんと最後の方まで再生されるようになりました。で、まあこの DVD プレイヤーのまあシリーズなんですけど、まあラインナップを見るとスターウォーズとかファインディングドリーとかがあるので、まあ2016年くらいに出たものかなという感じがしますね。で、まあ機能的にはまあDVD プレイヤーとしての機能は全部揃ってるわけですけど、まあ作りがいかんせん安っぽい感じですよね。まあ、定価これ1万超える感じで売られてたと思いますけど、ちょっとまあその価格に見合うだけのものなのかなっていう疑問はありますけれど、まあとりあえず DVD、CD とか再生できる状態に戻せたので良かったかなと思いますね。はい。まあ、元は100円ですから、はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンも、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。